この小さいラジコンを走らせていた方、ちゃんとね、中に東方の女の子たちが乗ってますね。宇宙人かけるさんね、はい、よろしくお願いします。今お話を伺いしたら、はい、このモブ車、はい、SF90 年代80年代に出てきそうな、はい、モブ的な、ああなるほどね、こういうところとかですね。そうですね、うんうんうん、このバーコードが入ってるところとか、はい、へえ、この配線がむき出しなのも、この車いつも工事中なので、ああずっと手を入れてらっしゃると、はい、すごいですね。これ、はい、まあ、あの失礼な言い方になりますけど、はい、パッと見手を加えてるように見えないじゃないですか。はい、カスタム中、改造中ですね。改造中ですね。はい、マイコン、あれ動きますか、マイコンは？動きますよ。動く。まあこれ全部稼働します。稼働するマイコンが入ってるという。下までメーター映していただきよったらここなんですけど。ええ。ちょっと電源入れますね。はい。ライトつきましたね、今。はい。チカチカ鳴ってます。という感じで全部動くようになってます。すごいですね。これ、同じの3台ぐらい持たれてるって。はい。全く同じのですか？ちょっとずつ違うんですよ。もう1台はマニュアル車。マニュアル車。はい。で、これ、オートマ。オートマ。で、もう1台が部品取り。部品取り。あ、なるほど。30年前の車なんで、はい。部品がなくて、維持のためにもう、はい、すごい。でも3台というか、その2台持ってくるとしたら、どうやって、どういう方法で持ってくるんです？もうこれは人に頼んで、ごめんなさいって運転していただくだけ。なるほどですね。この車が喋るんですか？アイデンコードを認識しました。システムを稼働します。キーコードを認識。ハイテクじゃないですか、はい、すごい。電話は検知されませんでした。世界初スケールウィンカーです。すごいですね。ステッカーを貼るんじゃなくて、車自体がこのコンセプトカーっていうね、はい、そうですね。見た人が、あ、痛いわって、わが、これを見て、あの痛さが分かる人も痛いという、はいはい、はい、仕様かなと。レベル強くないと分かんないですよね、はい、これ。マフラー、マフラーは、はい、ない。マフラーは取っちゃいました。隠してますというか、存在を。未来の車だから、マフラーが、もう完全にコンシールになってるそうですね。エンジンの音がしてもおかしいんで、エンジンも遮音してます。聞けば聞くほどなんか話題が出てくる車ですね。はい、音なくスーッと行くんです。で、2年前は、広島の山奥で、はい、ただの放置車両でした。おお、そこをここまで。そうですね。気が付きなかったんですけど。うわ、手かかってますね。みんなが見捨てた車なんで、どうせ直すんやったら今度はみんなが振り返る車にしてやろうと思いまして。はい。でもこの振り返るためにはこの知識も必要というね。そうですね。すごいなぁ。ありがとうございます。宇宙人かけるさんでした。